日本福岡県北九州市八幡東区、東園東園は福岡県北九州市八幡東区にある地名。現行行政地名は、東園1丁目から東園4丁目で、その内ももぞの3丁目は全域を東園公園が占めている。郵便番号は805-0068。八幡東区西部に位置しており、八幡西区と隣接する。地区の北側を東西に、 国道3号、鹿児島本線が通っている。地区の南側を山手通りが並行する。地区の約半分は、東園公園によって占められている。同公園の広さは52,605坪あり、公園内には、プラネタリウムなどを持つ北九州市立児童文化科学館があるほか、北九州市立桃園,球場東園市民プール、弓道場、 テニスコートなどのスポーツ施設が集中している。かつて新日鉄八和田製鉄所の社宅、東園アパートがあったが、順次解体されており、新日鉄都市開発によってマンション及び、小建て住宅地に変貌している。昭和の初め頃に、西八和田駅南側の電車道沿いの区域が、東園町と呼ばれるようになったのが、地名の始まりである。当初は、前田、藤田の一部で、 正式に、東園が、地名となったのは1947年のことである。1939年には、都市計画事業として、旧八幡市初の運動公園である、記念公園が設置された。公園は、戦後も整備が進められ、多くの施設を持つ、東園公園として整備された。1945年8月の八万大空襲で、近辺は焼け野原になっていたが、 八幡製鉄が社宅を建設することになり、1951年に、東園町と近隣の稲荷町、伏見町、西伏見町にかけて、東園アパートが建設された。その後、稲荷町、伏見町、西伏見町と宮天町は、東園町に併合された。1969年に東園町と、西木町、さらに前、田町、油田町、藤田、 前田の一部を並行して現在の東園となった。新日鉄の社宅の老朽化等により、社宅跡地は新興住宅地となっている。国道3号が地区を東西に貫通しており、1992年の区間廃止まで西鉄北九州線が営業し、地区内に東園電停が存在した。北九州線廃止後の代替路線バスは、 毎時中に本程度と頻繁運行されており、また、地区南部には山手通り経由で運行するバス停が存在する。桃園公園。ありがとうございます。